川東大寮は、日本の政治活動家、日本国民党政策委員長、在日特権を許さない市民の改善副会長、本業は、電気工事業で、大阪府平方市在住、チーム関西四天皇の一人、2012年4月1日まで在特会、大阪市部長、2012年6月11日まで在特会副会長を務めていた。現在は、 葛飾区議会議員、鈴木信之が代表を務める日本国民党の政策委員長として活動している。また、政治団体、朝鮮人のいない日本を目指す会の代表でもある。特定アジア人、同和地区出身者などを反日左翼として、それらに範囲的な感情を持っており、しばしばそれが過激な発言という形で表されることがある。 現在の主な活動は、在徳会が西日本で実施しているデモ活動や行動する、保守関連団体の関西支部が結集して成り立った、チーム関西の保守系市民運動であり、在徳会関西支部長であった川東は、しばしば現場で他の参加者を誘導したり支持するなどといった形で、中心的な役割を果たしていた。2015年4月には、維新政党、 新風の公認候補として、大阪府平方市の市議会議員選挙に出馬したが、1226票で落選した。2017年に一新政党、新風東京都本部を母体とした日本国民党の旗上げに参加、新風から除名された。2018年に日本国民党の政策委員長に就任した。2019年4月の大阪府平方市の市、 議会議員選挙に日本国民党の推薦候補として出馬し、973秒で落選。川東自身は判決前に水平社博物館にも外選をしたかったが、これもいろいろな事情があってできなかった。けど、判決が出たら、また、やるからね、W、とりあえず30万以下なら勝利としていると発言していたが、この判決に控訴せず。 150万円の医者料を月1000円のカップで払い続けた。なお、2012年8月3日、現在1万1000円しか払っていないことについては、原告側の弁護士から避難を受け、150万円を一括で払わなければ強制執行をかけると通告されていたが、川東は生活のための費用を差し引くと、月2000円の支払いが限度の状況です。 強制執行をされて納得されるのでしたら、どうぞ、強制執行をされて結構ですと返答していた。しかしその後、同年8月30日に水平社博物館が、生命保険金支払い請求権と預金債権の差し押さえを実行し、遅延損害金などを含む156万249円を回収。川東自身は、俺の損害賠償が全部、 解消したので、本当は、ありがとうになるのかもしれないが、全然、ありがたくない。何にせよ、寄付金で助けてもらっておいて、自分は、多額のお金を敵に渡してしまったことは、事実、本当に申し訳ないと発言している。川東はまた、判決後に、誇りあり、そして、感謝するご先祖様が、人とさらい、強感まであるとする。 歴史鉄道の企画展を開催した水平社博物館にドえったども文句あったら出てこいと抗議の活動を行ったことも私にとっては日本人として官として何ら恥ずかしいことはないことであるとも発言しているさらに8月中には水平社博物館に行きたい歴史鉄道があれば差別のない社会の実現のために歴史鉄道を正す行動を起こす何度 訴えられて、何度、敗訴しても、誇りある、我がご先祖様を侮辱されれば、相手がちょんこであれ、ちゃんころであれ、どふんえったであれ、黙っていることはないと、再び水平社博物館で外線を行うことを示唆。11月3日に、再び外線活動を行おうとして、水平社博物館前に現れ、奈良県警に阻止された。このため、今回の失敗を踏まえ、 今後は事前に警察に連絡を入れることはせずに、外線に行きます。12月4日から16日の間は、行きませんので、これだけサービスで教えてあげますと発言していた。その後、同年12月29日、年末休館中の水平社博物館の前に現れ、外線活動を行おうとしたところ、やはり、奈良県警に阻止されたことを報告している。 2013年1月22日、水平社博物館前での外線を再度実行。この時、終始、付きまとい行為をされ、体に対する外薬の告知を受けたと述べ、当日の演説を録音した MP3 ファイルを公開している。鶴橋防犯パトロールと称して、デモを企画するも、近隣の NPO 法人からの申し立てにより、NPO 法人の半径600メートル内での、 デモ禁止の仮処分を大阪地裁から言い渡された。しかし、この仮処分に従わずヘイトスピーチデモを行ったことから、今後デモを行った場合は、NPO 法人への1日60万円の支払いを裁判所から言い渡された。2019年12月にも、同様にデモを予告したが、NPO 法人と、 社会福祉法人からでも禁止の仮処分が裁判所より認められ禁止命令が出された。ありがとうございます。